とフライングゲットしちゃったわ。7分フライングゲットしちゃった。ごめんね。こんばんは。こんばんは。遅くなっちゃって申し訳ない。ほんとなんかもうここ3日間ぐらいちゃんとショールームの時間が取れてなくて、もう割と結構本当に詰め詰めで忙しくて、本当にそういう時間がなくて申し訳ない。明日はちょっと本当久しぶりにゆっくりできそうだから、レッスンが4時間しかないから、明日はちゃんと時間も取りたいと思います。ごめんね。フライングゲットです。今日はそうなんか今日福岡の方に行ってて、福岡の方に行ってたんですよ。こんばんは。あ、いつもの七並べいっぱい当たる方や。かけるさ、お仕事、まあもちろん STU の関係なんですけど、お仕事ってことでもないんですけど、福岡の方に行ってて、でその帰りがカホタルさんと空と一緒になったんですよ。配信できない分ね、いっぱい七並べやってたら、多分私の記憶の中では38位ぐらいまで上がってたと思う。皆さん私より上に行ってくださいね。はつみさん、がんちゃんさん、ありがとうございます。ST48 のゆらりんことゆらあかりです。ちょっとね、私結構七並べできるときにメール送ってるんですけど、5分おきとかにやってることが多いです。メールでお知らせしてるかな、いつもやるときは。ね、みんな結構もうロマンスとか言ってるよね。当たったね。でか今日なんか何話そうとしたんかいね。そうまず福岡行って私そう第二の故郷なんですけど、福岡が、あでも最近ね、昨日も一昨日もあんま長くショールームできなかったから大丈夫よ。でも全然観光とかする時間はないんですけど、その行って福岡にあって、私第二のふるさとなんですけど福岡が、メイジンさんクレープありがとう。それでまあ用事を済ませて、帰りがそうカホタルさんと空と3人で、珍しいじゃないですか空とカホタルさんって。モンタさんでいいのかな。七並びありがとうございます。 STU48 のゆらです。で3人でこう新幹線乗って帰ってたんですけど、もうなんかとにかく眠すぎて、本当に眠くって、パックさんありがとう、ハート、トマーキさん、はつみさんありがとうございます。 STU48 のゆらりんです。とにかく眠くって、ここ2日3日間くらいで、多分活動してる時間よりも移動時間の方が本当に長くって、つえたるさん、はつみさんありがとうございます。 ST42 のゆらりんです。そう活動してる時間より本当に移動時間が長くって、まず東京まで4時間半ほどかかるんですけど、4時間半ぐらいかけて東京行って、握手して、でその時も朝めちゃめちゃ早いんだけど、こう行ってから今すごい忙しくって、チャリティーコンサートのこととかいろいろいっぱいあってすごい忙しくって、みんなそれで握手行ったら握手も結構延長したりで、で他にもやらないといけないことがいっぱいあったりで、ショールームの15分すら撮るのが難しいみたいな感じで昨日で、なんか渋滞しててそれもあって余計に忙しくって、で着いて東京から帰ってる時もう4時間半でも15分しか配信できなかったかと思って、めちゃめちゃ眠かったんだけど、
7並べせめてやろうと思って全然配信できなかったから、7並べ帰りずっと4時間半ずっとやってて、本当にずっとやってたんですよ。そしたら本当めっちゃ上がって、順位寝ずに7並べやってて、でそしたら隣で空もなんか寝たいけど7並べやらなきゃみたいな、やりたいみたいなのがあって、昨日のイラちゃんのアクション印象的だった、フォローありがとう。でもう皆さんにお見せしたいんだけど、ちょっとその動画が iPad にまだ映せてないんだよね多分。めちゃめちゃ面白かったのが、空昨日寝ながら七並べ対戦してて、なんかもう名前もついゆらねむねむマンに変えちゃいました。もう空昨日目閉じてるんですよ普通にみたいな、こんなになりながら対戦してて、そのいやいや寝てるやんみたいな、もう寝ればいいのにみたいな、もうこんななりながら空もやってて、そうそうそうみたいな感じでなってて、もうでも着いた時には普通にもう日を越してて、そっから夜ご飯買って帰って食べて今日の準備してみたいな感じでやってたら寝る時間めっちゃ遅くなっちゃって、とうとうクレープありがとう。1日に8時間9時間近く移動してるだけでもなんか私もう本当にババアなんで移動時間が何よりもしんどい、移動してるぐらいだったら何か活動してたい人なので。 KS さん半玉ありがとう。もうなんかもう本当に BBA だから私、いや本当に BBA なの私、他の19歳より本当に私 BBA なの。なんかそれで夜寝て、今朝もう新幹線めっちゃ早くって福岡に行くのが、ヘイポン本当ありがとう。もう朝もう私8度寝ぐらいしたんですよいやもうなってるのは分かってんだけど、あもうまだ全然寝てないしとか思いながら、こう8回ぐらいアラームを止めては起きての繰り返しで、で広島駅行って福岡まで行って、でその福岡のやることもちょっと待ち時間の方が長くてですね、ちょくちょく七並べとかしてたんですけど、もうなんかこんなになりながら途中なってて、でなんか帰り道がその3人だったから、たくやバラありがとう、3人だったからこう3人とも多分疲れっていうか寝てなさすぎて、なんかあんまりしっかりあんまり普段より寝てなさすぎて新幹線でちょっとうとっとしちゃったんですよ。でいつもマネージャーさんが いてくれるから、うん、またこうありがとう。マネージャーさんがこう降りるときに全員のことこうやって叩いて、起きて着くよ広島着くよ、はいはい起きてみたいな感じでやるんですけど、うとうとしちゃって、ダメダメタコありがとう。いつの間にか多分一番最初に落ちたのは私なんですけど、いつの間にか3人とも新幹線の中で爆睡してたんですよ気づいたら。パンくんさん、初見さんありがとうございます。 STU48 のゆらくりです。皆さん落ち想像つくかもしれないんですけど、まあ想像はあんまり超えない、想像絶するほどではないんですけど、こういつの間にかみんな夢の中に入っていてですね、私はある声で起きたんですよ、広島だ、もうやばい広島だっていう、カオタルさんのやばいっていう声で起きて、私がこう目を覚めた時には広島に着いてもう新幹線が扉を開い
けている状態だったんですね。そう、あ、終わったなと、やばいなと思いまして、とりあえず焦って空のことを起こして、空広島着いたよって言って、そこら私はもう荷物リュックに全部まとめてたから、リュックだけ背負ってこう3人で走るように、もう閉まりかけのドアで走るように降りたらですね、空がですね、なんとですね、中にですねチケットと携帯を忘れてですね珍しく私じゃなくてね、空がね、あ、忘れたって、ジーハートありがとう、お、最近ハマってる、ありがとう、やばいってなって、あの多分今も空の携帯は多分東京の方に行ってるんですけどそう、それで一緒に駅員さんに説明したら出してもらえたんですけど、東京から広島までの停車駅言えない、めっちゃ乗ってるんだけどね、もう毎週毎週乗ってるからね。そう、でもだから大丈夫かなって思ってた、さっき連絡が来て、普通になんかあのタブレットの方で LINE つなげてるので、つなげてるから大丈夫だったって来て、よかったと思って、今のうちにソラハの順位を抜かそう、ありかもしれない、ドラさん唯一のしっかり者、そんなこと言わないね、私もねお土産忘れるはしょっちゅうです、もう日常茶飯事なんですよ。しんちゃんクレープありがとう。お土産をあの上に忘れるのはね、あのしょっちゅうなんですけど、さすがに携帯とつける、昨日はあれ東京から帰ってきた時に、帰ってきた時に広島着いたのがほんと12時過ぎてたんですけど、12時過ぎ12時ぐらいだったのかな、 iPhone がチケットをですね新幹線の中でなくなっちゃって、もうここ2日連続くらいでね、ちょっとみんなぼーっとしちゃってるのかな。私もやっぱ福岡からの新幹線は怖いからもう寝るのやめようって思った。いやなんか多分選抜さんはさあれなんだよね、ずっと連泊だから東京に、逆になんか今は選抜さんの方が逆に余裕がある感じで、今私たちはずっと移動時間が長い、広島から東京、広島から福岡みたいな、プラスで、レッスンとかやらないといけないことが今なんか山積みになってて、この間まで多分選抜さんがめちゃめちゃ忙しくてすごい大変そうで、私たち結構あのゆっくり、私も配信とか2時間とか全然できてたんだけど、ここ数日だけちょっとねこっちも忙しくて、なんかね目覚ましかけとったら起きれるんだけど、起きれるのは起きれるんだけど私止めて二度寝しちゃうの、だから今日も8度寝ぐらいしちゃってて、こうもうあと5分あと5分でずっと止めまくってて、ぴょんぴょんハートありがとう。ひかりん花束ありがとう。その代わりね、あのチャリティーコンサートに向けて今本当にめっちゃ頑張ってるので、皆さんチャリティーコンサート楽しみにしてきてください。りょうぴょんバラありがとう。セータレさん、ん、来て来て来て、え、雷だったの東京。しんちゃんクレープありがとう。
広島は全然お天気でしたけどね。でも昨日はやばかったの。東京行く時に寝ててめっちゃ、昨日も多分5度寝ぐらいしてて、最終的には iPhone のゆらちゃんっていう声で、あやばいと思って。違うわ、それ今日の話だっけ。昨日私起きれたのか。今日だ、今日の話だ。りょうぴょん、だいまありがとう。今日そう iPhone がゆらちゃんって起こしに来てくれて、あ今日、あだから8度寝の8回目に iPhone の声があったの。そうだそうだそうだ、ゆらちゃんって声で起きてはっってなって、乗らなきゃいけないバスの7分前に起きたんですよ今日。そう、寝て起きて寝て起きて8回繰り返す。8度寝と言います。これはもうやばいと思って、バスの7分前に起きて、なんか起きるのは起きるんだけど、あとちょっと寝れる、まだあとちょっと寝れるみたいな。私最悪家を出る3分前に起きれば出れる人間なんですよ。それが私のいけないところなんだけど、あとちょっとまだ寝れるわっていうので寝てたんだけど、もう家を出る7分前で、その時7度寝の時に iPhone に起こされて、あやばいと思って準備しようと思って準備した。髪型そのもうパッツンにやるのがめんどくさくて。お仕事お疲れ様。それもおきちゃんの起きない度はすごいと思う。あの私は目覚ましが鳴ったら一応起きるのは起きるんですよ。でもまだ寝れると思って止めるから、まあ結果一緒なんですけど、あのおきちゃんは1時間ずっとアラームが鳴りっぱなしでも全然なんか聞こえてない波に起きてないの。多分聞こえてないのかな、起きないって言ってた。で iPhone がなんか何十回起こしてももう起きんってよく言ってる。おきちゃん、そう、わかる。起きたら私もあとまだ15分いけるみたいな、また15分後にアラームみたいなして寝ちゃう。なんか本当に沖ちゃんはすごいよ。うん、 iPhone が一番知ってると思う。初めて、あー対戦ありがとうございます。質並べ Twitter のハッシュタグ見てるよ。私はでも二度寝をすることに全てをかけてるので二度寝をしたいんですよ。起きて、あまだあと何分寝れるっていうのが私にとっての幸せなので、ギリギリに鳴らせばもうギリギリに、あもう起きなきゃってなるじゃないですか。いやそうすればいいんですけど、だからわざとちょっと早めからアラーム鳴らして、あと何分後、あと何分後っていうのが、まあ結果ねギリギリに鳴らせばその分寝れるからそっちの方が絶対いいんですけど、二度寝をするっていうなんかもう行為に全てをかけてるので、私はそう二度寝ができることに関しても私は幸せなんですよ。夢めっちゃ見る、夢めっちゃ見るし覚えてる、夢覚えてることが多い。私今日の新幹線の中でも夢見てたし、そう、そのためのスヌーズだと思ってる。ファンの人よく出てくるよ夢に、めっちゃ出てくる。
この間は何だったっけ、ナイトプールにファンの人と一緒に入ってる夢を見た。キヨニー本当ありがとう。長時間寝れるよ、寝れる。みんなのコメントが面白い。長時間、え、全然ファンの人一人じゃなくって、なんかすごかった。ファンの人、周りがもうプールに入ってるのはみんなファンの人でいっぱいいて、私一人でなんかナイトプールで泳いでた。あさまさんハートありがとう。そう、ナイトプール行ったことなくって、てかなんか高いし、なんかあのインスタ映えスポット的なところじゃないですか、なんか怖いじゃないですか、あのなんかパリピーがいっぱいいるから。だからナイトプールは行かないです。私は海とか行ってもガチの、あの私海ポケモンじゃない、私水ポケモンじゃないですか。あさまさんバラありがとう。私水ポケモンだから海とか行ったらなんかガチ勢なの、なんていうの、こう顔を上げてこうやって、なんかなんていうの、こう顔を上げてこうやって泳ぐとかじゃなくって、こう浮き輪でキャハーみたいな、浮き輪にこうやって乗ってキャハーみたいな、そんなんじゃないから、もう私の海は潜るから、全然こう潜るから私。だからもう私海行ったら本当に 頭まで全部もうびしょびしょになる人だから、そのナイトプールとかじゃ満足できないですね。昨日の握手で門田はゆらちゃんめっちゃ色気あるって言ってた。そんなことないわ。なんか今日そう、ももさんの生誕祭があるじゃないですか、大阪で今度出張公演が、それでその練習してたから、隣で私も一緒に覚えて一緒に練習してた。めっちゃ頑張ってた。りょうぴょんバラありがとう。てて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 てランク外コンサート前海泳いで、やば、元気か、飛び込みとかもやってみる。ひまわりの真似方もてて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 。私が大抵前髪を流してるときはですね、あのちゃんとした前髪を作るのがめんどくさいときっていうことです。皆さん出張公演出たかった、練習したのに、いっぱい練習したのに、いっぱい練習したのに、たん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 、出たかったー。やりやりしてほしいね、ほんとありがとう。明日はもうほんとなんかここ最近ずっと7時間レッスンとか5時間レッスンとかなんかいろいろ県が行ったりとかしてて忙しかったけど、明日はほんとちょっとしかレッスンない、3時間ぐらいしかないから、おばめのお洋服かわいかった。何写真送ってたっけ、あかり。明日早いので落ちます、おやすみ。
今はねあれですよ、チャリティーコンサートに向けてのレッスンです。ニコファーレとか出てみた。もちろん毎日ショールームします。待って、今日は月曜日ですか。この髪型だったら名古屋でご挨拶行こうかな。本当？じゃあこの髪型いつかしよう。今日は月曜日ですか。ということは皆さん今日はテラスハウスの日でございます。ありがたい、月曜日ありがたい。私のもう今の楽しみはテラスハウスを見ることなんですよ。私テラスハウスとかそういうなんかミーハーなの見ないしとか言ってたの今まで。iPhone に釣られるなんて言われてた人です。あ、覚えてみよう。なんかこんなミーハーなやつ見ないしとか言ってたの、絶対こんなの裏あるしとか言ってたんだけど、なんか新しいシーズンが出た時に、今まで一度もテラスハウス見たことなかったんですけど、こう一回ちょっと見てしまったらですね、ちょっとハマってしまいましてですね、気づいたら一週間テラスハウスが一番の楽しみになってました。テラスハウスだけの、テラスハウスだけだ今ちゃんと見てるの。いやもう絶対見ないと思った、もう絶対見たくないって思った。私そういうミーハーなの絶対見ないからみたいな、絶対見ない、絶対見ないって言いながら今めっちゃハマってる。そりゃ握手会の方が100億倍楽しみだわ。なんかこうイベントとかさ、ステージとか握手会とかさ、そういうのがあったら楽しいけど、最近ほんとずっとレッスンばっかりだったから。アイドルがあれ見たらどういう感情、なんかなんかでも私が見てるのはその恋愛とかじゃなくって、なんか恋愛とかを見て楽しんでるわけじゃなくって、結構なんか何、人間のなんていうの、毎日一緒に生活してるわけやから、人間の裏とかもうなんか素がめちゃめちゃ出てて、めっちゃ天使みたいな女の子にが逆にちょっとなんかちょっと強かったりとかしたりすると、うわみたいな、この子めっちゃふわふわ系女子なのに意外と結構言うやんみたいな、そういう人間の裏とかの方がなんか見てて面白いですね。昔キタリエさん出てましたよね。私その時見てなかったけど、本当に今回初めて見たんだけど、テラさん。あ、思った博多のさ37番の子にさ釣られてるよね、足。私の裏は配信が終わったらパンイチになってパンイチになってイカを食べながらこうやってテラスハウス見てる、私の裏。待って、それ裏って表？あ、バレてる？もうバレてる？え、さっきと同じじゃん。表じゃないや、裏だよ。表は綺麗な女の子だから。私割と羅族ではない、パン一族。
屋の裏あかり裏あかり、アイドルイメージ大事。もう私こないだマジのさあ、私マジの変顔見せたらマジでフォロワーめっちゃ減ったから、もう私その時から本当にね、ちょっとねこの配信で素を出しすぎるのちょっと怖いかなって思っちゃった。私口開けて寝るよめっちゃ。りょっぴょんクレープありがとう。もう手遅れだけどね。なんかあのやばいんよ私、自分で自分の口が開いてることに気づいて目が覚めるんですよ。おしまいしだけで戦いなので正規の喧嘩を、ありがとうなんかこうやってめっちゃそれで口開いてたと思って起きるんです。マイキューとマイキューとソラは寝てる時に目が合う。マイキューもめっちゃ目開いたまま寝てる、だから起きてるよねみたいな、でも寝てるんですよ。ソラも目合ってるよみたいな、起きてるよね、合ってるよねみたいな感じで寝てる。本当に目合うから、あの二人はゆだれ垂れてるかもしれない。もう垂れてんじゃないもうほんとダメだねこういうところよ。私は寝顔も可愛いのでよだれとか絶対垂れないし、うん、寝顔が天使ってよく言われるので、うん、あまりそういったことはないかなって思ってますみたいな。私はアイドルだから基本なんていうんだろう、そのなんか配信中も配信が終わってからも常にずっとこんな感じだし、うんみたいな清りったこんありがとう。うざいでしょこうだったら、こうだったらうざいでしょ。だ足吸った。たけやバラありがとう。待ってやばい、もう56分だった。男女読みます。第13位ヒョアとメルイポピンズ全よしさん。第12位朝もあっとゆらちゃん推しゆらゆらありがとう。そして第11位愛媛すなぎつねさんありがとうございます。そして第10位りょうぴょんあっとゆらゆらゆら楽しいあかりすか。あ、りょうぴょん聞きました、ありがとう、これからよろしくね。そして第9位が実質津田ちゃん出た実質津田ちゃんありがとう。第8位ぶっくんありがとうございます。第7位台湾中心さんありがとうございます。そして第6位斉藤さんありがとうございます。そして第5位ゆまぽんアットゆらら&いいなちゃんありがとういつも。そして第4位ドーグラスさんいつもありがとうございますありがとう。第3位とうとうありがとうありがとうございます。そして第2位ジーありがとうございますありがとうジー。そして第1位はダラ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 ンダン夜勤中のヒレポン握手会一並べ対戦たくさんありがとう。夜勤頑張ってねはい皆さん結構私今七並べ追い上げてきてるんでね、皆さんぜひ一緒に七並べやりましょう。
ありがとうございます。そしてランダム3人読んで終わりたいと思います。時間間に合う？あと2分ある。よろしくね。和田さん、ありがとうございます。よいさん、ありがとうございます。たくさん、ありがとうございます。あら、ソラとアイポンも来てるの。ありがとう。それでは皆さんありがとうございました。明日まだ決めてないけど、レッスンがそう夕方には終わるから、夜ちょっと早めからゆっくり長い時間明日はできると思います。ありがとうみんな。それではおやすみなさい。バイバーイ。来週名古屋で、お待ってるけんね。ありがとう。バイバーイ。おやすみ。